こんにちはここは西武池袋線の宝谷駅です宝谷駅を始発とする準急池袋駅で少し不思議な列車がありますのでそれを紹介したいと思いますただいま上りのホームにやってきたのは東京メトロ17000系のおそらく新木場うんどっちらのわかりませんがとりあえず地下鉄に直通する列車なのは確かです このあとですね一番手前側、まあ、よく東駅止まりの列車が使用するところなんですけれどもこちらにですね西武6000系の法屋止まりの列車が到着をしますその列車が来るまでしばらく待ちたいと思いますようやくですね西武6000系の法屋止まりの列車が到着しました今回この列車この車両が主役ということになります法屋止まりということですから一旦引き上げ線に入るわけですねその様子をお送りしたいと思います え今回の車両は西武6000系の 6111F ポッキー車両ですねえ各駅停車の法屋行きそして運用番号 06m ということでねやはりこの車両はですねえ本日え地下鉄直通の運用についていたということになりますえ少なくともね地上運用ではなかったということですね 東急車のですね準急小手差行きですしかもですね短い8両編成え東急5050 50系の5178 f の銃頭でしたえ5050系でおそらく一番新しい編成なんじゃないかなと思います走行に注目してください そししてて車車庫庫の方へ移りまます。車庫にやってきました。先ほどのホーヤロバニの西武6000系はどこにいるのかというと今、通過しているこの列車の先にあるあの6000系だと思われます、はい。ということで先ほどと同じ6111という、ね、車両番号を掲げた西武6000系が停車中です。 この列車いまだにですね行き先表示器はですね確定「ほうや 06M」というね法やに到着した時と変わらないい表示をしていますなのでねこの列車が、まあ、結論から言ってしまうと折り返し「準急池袋行きに重当されることは確かなことにはなっていません」なのでねあのここの場所で「準急池袋」というふうに表示が変わってくれたらあ本当にこの列車が地下直だったのに地上運用の「準急池袋行きに重当されるんだ」ということがわかるわけです。 さて、いくらね、東京都内といっても、えこの時間、もう23時台です、実は。なのでね、本当にもう静かです。真っ暗です。車庫に光があるといってもですね、それだけでは物足りず、えー、例えばこの道路の中で、まあ、カメラとかを用意するときは真っ暗なのでね、えー、iPhone のライトをね、使用しなくてはいけないぐらいでした。 さてそしたら準急受け袋というふうに表示されたんです結構ね待ちました20分ぐらい待ちましたえ結構ですね折り返し時間が長いんですよ1時間ぐらいあったかなライトの消灯点灯を繰り返して今チェックをしていくことですね、まあ、出庫点検みたいなものでしょうねドアを開け閉めしたりとかいう、まあ、よく見られる出庫点検にあるようなことをやっています そしてまあ今の時期はねあのそういう例の感染対策のためにまあこういう車庫に止まっている時はですねまあドアをずっと開けている状態というものも見られました今はね開け閉めの準備をしているところですそれにしてもここからの景色はなかなかいい眺めですね本当にあの正面から見られてあの夜間のね車庫に行くのっていうのは本当に楽しいんですけども ホームに戻ってきました元住吉行きこれは地下鉄線直通する最終電車となります小竹向原の方へ行きたければこの列車に乗らないとたどり着くことはできませんそして先ほど準急小手差し行きに重当されていたものと同運行東急5050 50系 5178F の重当でした8両編成の元住吉行き確か元住吉行きはねあの和光市始発が本当の最初だったんですけど今は多分 そうなのかな多分あの繰り上げとかが行われたおかげで、まあ、西武線からの列車に重え元住吉行きが設定されるようになったんじゃないかなと思います、まあ、ちょっと詳しくは分かりませんけれども、えー、そして、えー、すぐにね本谷駅ですから別に待ち合わせとか通過待ちとかなくそのまま発車をしていきます、えー、さてこの本住吉行きの後続がですね本谷始発すなわち先ほどの 611F10 等の順天、えー、池袋行きの入線です さてやってきました。え同じ先ほどの西武いや違いますね。これはラビューですね。この時間にもラビューがあるんですね。え武蔵だと思いますよ。さすがにね、半蔵から来たやつだと思います。そしてまもなくですね、え豊始発のえ西武六千系六一一 F。えこの日は地下直で活躍をしていた車両による準急池袋行きが入線します。 地下直の運用で活躍していた車両がですね、地上運用でしか行くことができない池袋駅のホームに行くというのは運用的にはとても珍しいことなんじゃないかなと思います。これが定期的にあるということですからね。法屋に泊まっていた重量編成はですね、この編成しか存在しなかったので、 あの車両変更ととかは多分ないと思い思ますだから 06M の編成がもう必ずこの列車に充当されるというふうに考えていいと思います。であのツイッターであのこれに関する写真を見たところですね「準急池袋」という表示の横にですね運用番号「06M」が残されている時もあったようなので、まあ、今回はですね実は残念ながら消えていました。なのでちょっとね本当に地下直運用の準急池袋行きというのが、まあ、視覚的には証明できないんですけれどもただねあの先ほどご覧に入れたこの編成 番号六一一一、まあここは、あの六ゼロ一一になってますけど、まあ同じですよね。まあそういったもので、えー、確かにですね、地下食運用だったやつが、地上の順調に充当されるということを、まあお確かめいただけたらというふうに思います。 さて列車は上石寺駅に到着です23時37分ぐらいの放夜発車ということでとてもね深夜の時間帯というふうに呼べるにふさわしい時なんですけれどもまだですねさすがに下り列車は本数は多い方ですねただねやっぱりコロナ禍ということもあるのでしょうかそれにしてはちょっと人が少なめかなというふうにも感じましたこの日はバリバリの平日ですちなみにですねこの列車休日には存在しなくて平日だけに設定されていた記憶がありますので、まあ、ぜひこの列車に乗りたいという方は平日に 乗ることをお説めしますただですねちょっと池袋到着が遅いのであんまり簡単には乗れないんじゃないかなというふうには思います準急列車はこの石神公園から通過駅が存在します練馬高野台藤見台そして中村橋この3駅を通過して次の停車駅は練馬です この練馬駅でですね先ほど先発をしていった各駅停車の元住吉行きつまり小竹向原方面の最終電車との接続がありますなので練馬駅はとても重要なところになってるんですねこの列車においてはさてまもなく練馬ですなお都市前の方へ行く列車はこの日はすべて運転を終了しているとのことでしたホームランも完備されてとてもねあの安全面にはたけている駅になりました 確かに先ほどの 5178m この座席からでも見る、えー、確認することができます。元住吉行きですね。さて、えま、ー、もなく練馬から発車をしていきますが、元住吉行きがまあ、先に発症していきましたね。でも、まあ、それと同時と同じ同時と言っていいぐらいにですね、えー、こちらの乗車で準急池袋駅も発車をしていきました。地下直の最終電車は、えー、ご覧の通り東急車であるということですね。ダイソーとかではありません。 練馬の次の停車駅は池袋です。その間にですね、桜台、江古田、東長崎、椎名町の4駅を通過していきます。そしてこの列車は東長崎で各駅停車を抜かします。 東長崎を通過です各駅停車の池袋駅新2000系編成番号まではちょっと分かりませんでしたけれどもまあ、シングルアームだからねこれがもしひし形だったらひし形のフルカラーって1編成しかいないから特定できるんですけどちょっと私の知識では今のが何の編成だったかわかりませんでしたスピードはそこまで抑えられることはありませんでしたあの池袋手前とかでねあのちょっとえー 詰まったりとかして助行になったりすることはターミナル前でよくあることですけれどもこの列車に関してはなくスムーズに池袋に入線していましたえ池袋ではですね折り返し順級の小手差し行きになるということなんですね僕これは知らなかったですねあの池袋の到着したら何かしらのなんか珍しいことが起こるんじゃないかなと思ってちょっと期待はしていたんですけど まあ、まさかの普通に準急小手差し行としてあの、えー、折り返すということでね池袋でね、まあ、小手差しに折り返すことによって、まあ、小手差しで入庫して、まあ、翌朝の運用に備えるということなんですよね。 まあ小手差しっていうのは、まあ、西武新宿線でいう新所沢とかあとは東武東上線でいう森林公園のように、まあ、でっかい車庫があるということでね、まあ、小手差しに入ってしまうとおそらく翌朝の運用はちょっとつかみにくいんじゃないかなと思います、まあ、西武線の運用がよくわからないんですけれども森林公園もですねなかなかちょっと森林公園の車庫に入ってしまうとあの運用翌朝の運用とかがなかなかつかめないんですよね。だかからそれとと同じじなななんじゃないかなと思い思ます 準急小手指行きは日をまたいで0時の何2分ぐらいかな。15分かなあ。でも違うな0時5分ぐらいにですね。発車をしていきましたね。えー、準急小手指行きが発車です。この準急小手指行きもですね。必ず地下鉄に入れる車両が充当されるということになりそうですね。つまり西武6000系です。ご視聴ありがとうございました。